ナタリーをご覧の皆さん、こんにちは。私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン、ももいろクローバーゼーン。今日はみんなでこのバンブーファンを使ってお絵かきしてみたわけなんですけど、はい、どうでしたか高木さん。はい、なんか私はあんまり機械とか得意じゃないから、うまくできるかなって不安だったんですけど、でもこのバンブーファンは、スラスラかけて、はい、なんだろう、自由自在に思い通りに絵を描くことができました、はい、すごい超使いこなしてたんだよ、レリちゃん。そうなの、すごい楽しそうに、すごいニコニコしながらね、全然、あ、間違えた、戻るとか言って、すごい、もうポンポンポンって、かっこよかった。だってレリなんか最近スマートフォン使いこなせるようになってきたね、ね、太い感じなのに、うん、誰でも簡単に使いこなせちゃうと。そして、そしてガハクいかがでしたか、書き心地は。書き心地素晴らしい。あのね、普通にあのペンとかでさ、絵を描くよりも絶対にうまく描ける。おちょっとなんかうまく描けた気分になれたもん。私ガハク言うんだから本当だよ。はい、うまく描ける、ね、皆さんもやってみて。そしてはい、サンタさん、シカノットシカでしょ。ノットシカ、シカじゃないよ。しおりのし、しかじゃないよ。しおりの、怒らないで。あれ戻るぞ。はい、そんな感じでしおりんがトナカイになっちゃいました。イエーイ、かわいい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 、気持ちよさそう。うん、着心地はバッチリ、着心地いい。絶対着心地、着心地じゃないよ、みんな着てないんだから。そっか、あ、そっか、あれのソファーだ。あ、ソファーだ。そうだよ、まったく、まったく、かわいいな、バッチリだよ。気に入っちゃった、あ、ってことはしおりんじゃないってこと、トナカイさん。まあそんなとこかな、はい、すごい描きやすかったし楽しかったです。私たち今回、私たちがクリスマスカードを描いたんですが、皆さんもぜひこのバンブーファーを使って絵を描いてみてください。以上、私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン、ももいろクローバー